この洋服はどこから来たものなんだろうっていうルーツを考えるようにしています。まあオンオフ、それはですね、こう一緒くたにしてしまうのは本当に良くないと思います。あれを着てる人で、私は極論言いますとおしゃれな人は一人も見たことがないです。こんにちは、ベルンの竹内です。今日はスーツにこのコートは合わせてはいけない NG コート4つお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。冬になるとですね、本当にたくさんの方がコートを着ますけれども、まあ、私が見ていてですね、わあそのコートは着てはいけないんだよなというのをよく目にします。なのでこの動画を通じて合わせていけないコートをご紹介していきたいと思っておりますので、ぜひ最後までご覧になっていただけたら幸いです。このチャンネルではスーツをかっこよく着こなしたいという方に向けて発信しておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速 NG コートお話ししていきたいんですけれども、まず一つ目ですね、これはもう私の中で一番、もうワースト1です。もういきなりワースト1から言ってしまうんですけれども、もうなんと説明していいのかわからないんですけれども、あの襟が立っていてですね、こうナイロン素材で裏地がですね、こう取り外しができる仕様になっているもの、ナイロンのハーフコートというんでしょうか。あのナイロンのハーフコートはですね、私はもう絶対に NG です。もうこれは強く言いたいです。あれを着てる人で、私は極論言いますとおしゃれな人は一人も見たことがないです。これはもうすごくちょっとこう強い言葉になってしまうんですけれども、例えばもう本当にイタリアのハイブランドで、あれよりもっと上等なようなものでナイロン素材のハーフコートっていうものはあるんですけれども、やっぱりですね、それとは似て非なるもので、いわゆるこう量販店にあるような、まあ、大体あの手のものはですね、2万円前後ぐらいだと思いますね。1万円から2万円ぐらいで、多分お店の前にポンとこう売っているようなものなんですけれども、ああいうものはですね、本当にこれから洋服のことをより詳しく知っていきたいという方には私はおすすめしないです。やっぱりですね、こうナイロンっていう素材とですね、こう裏地が取り外しできたりするっていうような、あとはハーフコートですね、もうこれら3つ全て共通しているものはですね、もう機能面なんですよ。もう機能面を追求して、あとはもうリーズナブルな価格っていう、もう機能面とコストパフォーマンスをもう最重視した結果の洋服なので、あそこにはおしゃれな要素っていうのは一つもないんですよ。もうクローゼットにもしあったらちょっともう封印していただきたいというふうに強く言いたいです。一つ目はナイロン素材のスタンドカラーのハーフコートでした。二つ目ですけれども、まあ、これはそんなに着ている方は多くはないんですけれども、まあ、これから寒くなってくると、まあ、ちらほら見かけるので、これも一つ挙げさせていただきました。2つ目はですね、ダウンですね。スーツの上にダウンを着るのは私はぜひやめていただきたいというふうに思います。私は洋服を着る前にですね、この洋服はどこから着たものなんだろうっていうルーツを考えるようにしています。まあ、今はもう私は頭の中にあるので、もう意識的に考えることはなくなりましたけれども、洋服を見た時にこのスーツっていう、まあ、シティで活躍するものがアウトドアから生まれたダウンっていうものが相性がいいはずがないんですよ。ダウンっていうのはもともとスキーウェアから着てるものなので、じゃあシティで着るものと雪山で着るものが一緒になるっていうものは本当にここ数年で出てきたものなので、私はね、このスーツの上にダウンを着るっていうのはぜひやめていただきたいというふうに思います。最近ではですね、まあ、高級なダウン、まあ、20万円以上するようなダウンも出てきてですね、まあ、丈も少しこうハーフぐらいの丈のダウンもあるので、まあ、スーツの上から着れますよなんていう、こう話を聞くこともありますけれども、私はもうその20万円を出すのであれば、もう上等なウールのコートを買ってくださいというふうに言いたいです。私はプライベートでダウンを着るっていうのは決して止めないんですけれども、まあ、オンオフ、それはですね、こう一緒くたにしてしまうのは本当に良くないと思います。なのでこのダウンっていうのはですね、まあ、カジュアルで着る、例えばデニムと合わせてダウンを着るっていうスタイルだったら、まあ、私は、まあ、そこに関しても本当は言いたいことあるんですけど、今回のテーマではないので、どうぞご自由に楽しんでくださいというふうに言いたいんですけれども、スーツの上にダウンを着るっていうのは、まあ、元々の洋服のルーツ、羊から考えると決して私は OK なコーディネートではないというふうに思いますので、これもやめていただきたいです。2つ目はダウンでした。そして3つ目ですけれども、3つ目はですね、これもやっぱり今のこれからの時期になると増えてきます、キルティング素材のコートですね。
まあ、有名なものであるとラベンハムであったりとか、まあ、有名な英国のブランドでよくあるアイテムなんですけれども、まあ、これもですね、まあ、スーツの上に合わせてしまっている人が多いので、まあ、それは本来そういう風に使うものじゃないんですよっていう風に私は言いたいです。まあ、このキルティングのコートっていうのはですね、丈が結構ショートなんですよ。でこれで、まあ、今でも、まあ、最近少し減ってきたんでしょうかね。今でもやっぱりいるんですけれども、もうこのコートを着ていてですね、ジャケットの裾が見えてしまっている人がいるんですよ。コートの下から裾が覗いてしまうっていうのはですね、本当に恥ずかしいコーディネートなので、これもですね、私はぜひやめていただきたいというふうに思います。まあ、コートっていうのは、そもそも、もう上着ですね、こうジャケットであったりとかスーツを覆い隠すためのものなので、もうそれが裾から見えてしまっているっていうのは、とても貧相に見えてしまいますし、まあ、このキルティングのコートもですね、やはりカジュアルで生まれたものなので、こう一緒くたにせずですね、やっぱりこのカジュアルで着るっていうのを私はやっていただきたいというふうに思います。3つ目はキルティングのコートでした。最後の4つ目ですけれども、まあ、これもやはりですね、まあ、若い方にどちらかというと多いんですけれども、ピーコートは NG です。私のところでもピーコートは作っているんですけれども、いわゆるこう巷にあるピーコートはですね、まあ、もう古着であるような、まあ、海軍とかの、まあ、本当に海軍のリアルなミリタリーのものでですね、まあ、黒くて丈が短くて、まあ、すごくこう、まあ、ちょっとピタッとこう吸い付くようなピーコートが多いですね。私はやっぱりあれを見てですね、私ももちろん10代の時にすごくそのピーコートというのが流行ったので、まあ、わかるんです。まあ、すごくまあリーズナブルで生地も丈夫でもうタフに使えてそれなりにかっこよく見えるので私も重宝したんですけれども、それをですねやはりスーツに持ち込むっていうのはやめていただきたいというふうに思います。私のところで作っているピーコートはこちらなんですけれども、まあこういったですね、まあウール素材、あの良質なウール素材で丈もですねしっかりと長めに取っているピーコート、まあこういったものでしたら、まあスーツでもいいんですけど、まあどちらかというとジャケット入りですね、こういったものでしたら私はジャケパンのコーディネートにすごく相性がいいと思います。まあ今までお話しした4つですね、こう全てこう共通しているものがあるんですけれども、こう出どころ出自がですねやっぱりこうカジュアルなものなんですね。ダウンも雪山から生まれたものですし、まあ、キルティングも英国のカジュアルウェアですし、あのピーコートも海軍の、あのミリタリーものなので、まあ、そういった本来シティで着るものというものではないところから生まれてきたものはですね、なるべく合わせない方がいいです。まあ、それもやっぱりこう着こなし次第ですね、それをかっこよく着るっていうこともできるんですけれども、まあ、わざわざ最初のうちにもうそれを好き好んで選んでしまうっていうのは私はあまりやらなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、私はこの4つのコートの中に実はダッフルコートも入れたかったんですけれども、もうそれをですね、あ、これは入れられないなというふうに思わせてくれた人もいます。それはですね、映画第3の男に出てくるですね、キャメロン少佐なんですけれども、もう彼のダッフルコートの着こなしが素晴らしすぎてですね、もう、まあ、これ一説によるとですね、このキャメロン少佐のダッフルコートの着こなしがとてもかっこよくて、このダッフルコートっていうのが市民権を得たっていう話を聞いたことがあります。まあ、本来このダッフルコートっていうのは漁師の服なので、まあ、このスーツとダッフルコートっていうのは合わせられるものではないんですけれども、本当にかっこよく着こなすことができれば、もう今までのものももしかするともう全部こう一周してですね、もうそれも全部ありっていう風にできるんだと思いますけれども、まあ、まずの基本として、まあ、これにこれはなるべく合わせない方がいいんだな、なるべく私はですね、こうファッションで事故をしてほしくないというふうに思ってますので、なるべく事故の少ないコーディネートっていうのはこういうものですよっていうことをお話ししたいと思ってます。以上です。面白かった、ためになったという方ですね、グッドボタン、あとはコメントもお待ちしております。あとは私のホームページの中で The Book っていうコラムを書いていまして、その中で洋服の正しい着こなし方であったりとか、まあ歴史から基づいたこう洋服のあり方などについてお話ししてますので、ぜひ興味のある方は概要欄に貼っておきますので、ご覧になっていただけたら幸いです。それではまたアップいたしますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。